ダイヤランド営業所建屋、左奥に校舎用停留所とバスの入り口がある、営業所正面にある、始発バス停で待機中のバス長崎バスダイヤランド、営業所とは、長崎県長崎市、ダイヤランド4丁目10番276にある、長崎自動車の営業所である。二千六年の営業所再編の際、流営業所と共に開設された、長崎市南部地区における、 長崎バスの拠点の一つ。従来は大橋営業所のみが担当していた下大橋、ダイヤランド線を分担して運行している。営業所はダイヤランドの住宅街の端にあり、平面車庫を用いている。始発バス停が営業所敷地内にあり、ほとんどの担当路線がここを始発、終点とする。大型バス路線で定期運用を担当するのはダイヤランド線のみで、 この他に、長崎半島のコミュニティバスの受託運行を行っている。主に大橋営業所の機能を保管する形で運用されており、1時間あたりの発着路線数は多いが、保有する車両台数自体は少ない。経由番号は、中央協業が20番、ダイアランド車庫業は40番、下、大橋港は4番、長崎駅全港は7番、ここウォーク、 森町業は100番である。は一部が始発とする。ダイヤランド営業所のメインとなる路線。長崎市南部地区の大規模住宅街、ダイヤランドと長崎市中心部を結ぶ路線で、1時間に8本、程度運行される。もともとは大橋営業所担当の路線であったが、現在は一部の便をダイヤランド営業所が担当している。朝や夕方、 夜の通勤時間帯には、ダイヤランドから、新地ターミナル、浜の町、中央橋、長崎駅前までの区間のみを運行する便や、中央橋最上山から、下大橋の区間のみを運行する便も、設定されている。下大橋、中央橋線は、市役所経由中央橋行き、市役所経由か大橋行きはどちらも、万歳町経由で運行される。 ほとんどの路線が下大橋発着で、ココウォーク発着の便は非常に少ないが、流営業所の担当するココウォーク発着の春目台団地線が日中にダイヤランドを経由しており、ダイヤランド始発分と合わせて1時間に2本前後が、ダイヤランド地区とココウォークをダイレクトに結んでいる。長崎市、コミュニティバスの三和線、高野木三和線、野茂崎線を担当している。 かつて松が枝営業所の管轄であったものをダイヤランド営業所発足時に移管した。いずれも長崎バスが定期運行を行わないエリアを中心に運行され、交通空白区解消の役目を果たす。ありがとうございます。